はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、フリードハイブリッドのね、試乗させてもらえるということで、こちらやってまいりました。今日はですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで、車の方を借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見ていきましょう。ホンダフリードハイブリッドということでね、マイナーチェンジしましたよね。今日はね、こちら試乗させてもらえるということで、ざっと外装の方を見ていきましょうね。フロントマスクがね、少し凛としたデザインに変わりましたよね。この辺のパネルとね、この下の部分、この辺がね、だいぶ変わりましたよね。サイズ的にもね、ちょうどいいということで、いや本当にね、乗りやすそうな、サイズですよね。後ろもね、シンプルで使いやすそうなデザインをしてますよね。ちょっと開けてみましょう。今ね、こんな感じで後部座席を、跳ね上げてます。このタイプはね、6人乗りということで、シートね、跳ね上げると中ね、こんな広いんですね。シートもね、簡単に、作ることができます。この状態だとね、そんなに荷物はね、詰めそうな感じではないですね。ではね、軽く内装の方見てみましょう。はい、ではお邪魔しますと。内装の方はね、こんな感じです。私ね、このフリードのね、内装結構好きなんですよね。ほら、横にね、すごいフラットなデザインで、でこのシートね、結構座りやすくて、まるでね、家のリビングのソファーのような座り心地ですね。独立したキャプテンシートということで、真ん中がウォークスルーになってますね。今日はね、試乗ということで、早速エンジンの方をかけてみましょう。ポチッとな。いや本当ね、このメーターね、見やすいんですよね。通常ね、ここにメーターがあるんですけど、私のね、視線から言うとちょうどね、これぐらいですね。ちょうどね、運転してる真ん前に、メーターがあって、このデジタル表記がね、大きく表記されるので、非常にね、運転しやすいんですよね。標識をね、感知して、今ここ40キロですよとか、追い越し禁止ですよとか、結構ね、標識が出てきてね、これ見やすくていいんですよ。で、これがパワーゲージね。左側に行くとチャージと、右側がパワー使ってるという感じですね。足元もね、広々してるので、本当にね、これ5ナンバーサイズなんですけど、室内は広く感じます。シフトレバーもね、この位置って結構操作性がいいんですよね。ちょっとこれペラペラですけど、一応アームレスト出てきます。で、これね、後ろがね、両面スライドドアで、これね、本当に使いやすいんですよね。ほら、通り抜けできる。通り抜けしたらタイプ R が置いてあった。すげえ。では試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。後方確認、よし！ホンダフリードハイブリッドということで、いやー、軽く走り出しましたね。こちらの車は、ハイブリッドということで、1.5 リッタープラスモーターですね。WLTC モードは、20.8 キロパーリッターですね。いや、優秀。今ね、信号待ちで止まっております。アイドリングストップということで、今、メーターの方にね、EV と表記されてますね。モーターはね、一つなんですけど、少しの間だけは、モーターだけで走れるということですね。今、インジゲーターにね、パワー使ってますよと、バッテリー使ってますよという表記が出ましたね。10キロから15キロぐらいですね、雨踏みでスタートして、15キロぐらいのあたりでね、エンジンがかかるといった感じですね。やっぱりね、走り出しは軽いなと思いましたね。モーターのね、アシストがあるので、スタート時はね、すごく軽く感じますよね。で、今こちら、40キロぐらいで走っております。ロードノイズの方はね、多少ですが、やはり入ってきますね。アクセルをね、踏み込むと、このパワーゲージがね、右左と、行くのが、結構目に入ってきますね。もうね、寒くなってきましたよね。このフリードね、シートヒーターがついてるんですよね。運転席と助手席ついてます。これね、寒くなってくると本当にね、
いいんですよね。設定がね、ハイとローが設定できます。私ね、結構腰をね一回痛めてね、結構冬場とかね、寒くなると腰が痛くなっちゃうので非常に助かりますよね。やっぱこれフリードのシートってね、すごいやっぱなんかよく考えられてますよね。なんか座り心地すごいいいんですよね。さっきね、家のソファーみたいだって言ったんですけど、まさにね、そんな感じがするんですよね。なんか居心地のいい空間だなという感じがしますね。シートヒーターっているな。これだけね、やっぱ静かで乗り味が良かったら、なんか眠たくなってきますよね。で、この、まあその辺ね、ホンダセンシングっていうのがね、このフリードついております。この前の車にね、接近した時にブレーキをかけてくれたりとか、バックですね、バックの急発進、誤発進の時にブレーキをかけてくれたりとか、まあそういったね、補助をしてくれますね。で、まあ高速運転とか、ACC ですね、前の車に追尾したり、車線をね、はみ出たりしたらハンドルがククッとね、曲がったりとか、いろいろね、先進的な機能がついてますね。まあもしもの時にね、こういった補助はしてくれるということで非常に安心ですよね。いや本当このシートがあったかいんでね、なんかもうすごい気持ちいいんですよ。背中までね、ちょうどね、この背中まであったかくなるんでね、これ肩こりにも効くんじゃないかなというぐらいのいい感じがしますね。はい、今ね、減速時に、結構意外とね、まあガチャガチャとした音が鳴るんですよね。こちらね、IDCD ということで、実はね、7速あります。意外とね、これスポーティーなんですよ。私のね、フィットも、7速、デュアルクラッチということで、まあ結構ね、スポーツカーに、採用されてるようなシステムなんですけども、そういったものがね、このフリードにも搭載されてると。いうことですね。なので、ダイレクトな、エンジンのパワーを伝える、このクラッチということで、燃費の方もね、その辺で伸びてるということですね。今ね、交差点曲がったんですけど、後方視界がね、すごいいいですね。やっぱりね、左斜め後ろとか、Cピラーがね、そんなにね、気にならなかったですね。視界がいいです。前方もね、ワイドに、幅広く、視界が良くなってますね。まあ A ピラーがね、まあ多少ですが、まあ太いっちゃ太いんですけど、それでもね、そんなに気にならないんですよね。では、こちら、50キロまで、スピードが出せます。ちょっと踏み込んでみましょう。はい。踏み込むとね、元気なエンジン音が聞こえてきますね。まあこの辺 VTEC エンジンということで、ホンダサウンド意外と聞けるっていうやつですね。うん、踏めば走る。まあでもフリードはね、そんなにこう元気よく走るというよりは、まあ後ろにもね、いっぱい人を乗せますんでね、助手席とかね、後部座席に乗ってる人に、まあ安全に、まあゆっくり、ゆったり、乗り味の良い運転をするという感じがおすすめですね、この車は。ホンダフリードね、今回のね、マイナーチェンジで、フロントマスクはね、結構変わりましたよね。私ね、今回のマイナーチェンジで、結構かっこいいなと思いましたね。なんかね、ちょっとキリッとしたね、凛とした顔つきになりましたよね。で、このタイプは6人乗りということで、まあ、シートアレンジもね、豊富ですよね。家族が多い人にね、おすすめですよね。やっぱ車1台でね、移動したいっていう時ありますもんね。はい、どうでしたかね、フリード乗り味なかなか良かったですよね。まるで家のリビングにいるような感じでした。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、マイナーチェンジしたフリードハイブリッドでした。じゃあね、バーイシュー。